UMB 2017 山口予選チャンピオンはバーバーおめでとうございます。よかったね。ありがとうございます。何回目での3回目ですね。3回目ずーっと山口予選3回、はい、3回目で、はい、今までの最高今日を除いて一番いいところまで行ったのは UMB ですか。 UMB のその予選で2回戦ですね。2回戦だ。2回戦それで3回目でチャンピオン。、はい、ずっと違う街のアーティストに取られて、そうっすね、念願の地元片っ端から。いや本当におめでとうございました。ありがとうございます。じゃあそれでは初出場、年末初出場のバーバー君に何点かちょっと質問させていただきます。まずはこのバーバーの MC ネームの由来などをちょっと教えてもらえたら。そうですね、うん、まあ、まあ名字が、うん、バーバーっていう、バーバーだ。まあドシンプルな感じですね。なるほどなるほど、それでバーバーっていうか、はい、実は俺はカタカナじゃねえよ、バカ野郎って話ですね。そうなんですよ。すいませんでした。これはちなみに綴りは正確な BARBER ですね。 BARBER、はい、でバーバーです。皆さんぜひぜひチェックしてください。山口はウベです。イエー、間違いない。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそんなバーバー君の地元山口はウベ、この街のシーン、はいはい、ちょっと紹介してもらってもいいですか。この街は割とクラブの数で結構、まあ、少、まあ、多くはないとは思うんですけど、なんか箱によって結構音楽のジャンルががっつり変わって、僕はもう主に BBB に出させていただいてて、で、まあ、結構アンダーグラウンド系の音が多いような感じの箱ですね。なるほど。そこ、はい、今今日も今回山口予選を使った BBB で、はい、主に活動してるってことですね。そうですね。じゃあちょっとビッグシャウト、自分のクルーのことなどをちょっと紹介してもらえたら。そうですね。まあ今レックレスっていう 2MC で、うん、あのシャックアウト2ってやつと、うん、今日もやばかったっすね。ちょっと見てない人はあれかもしれないけど、1回戦でも何回延長やるんだっていうね、10回ぐらい白熱のバトルを繰り広げた。、はい、しかもその延長繰り広げたザブロが決勝の相手っていうね。まさかの。それやばいね。あ、でも来るかなー、それやばいね。そういうドラマがあったんだね、はい、ちょっと僕は司会者として分からず決勝まで向かいましたが、で相方ももう家が、うん、もう小学校からずっと一緒で、ほぼ1分ぐらいなんですよ。もう幼馴染だ。で今日来る前も会って、決勝でみたいな。そうだよね。まあ事実上決勝みたいなもんだよね。そうですね。あんだけいい試合を繰り広げて、はい、いや素晴らしかったです。なるほど。ありがとうございます。何かそのクルーの活動とか今何かこうやってるとかある？クルーの活動はまだ配信は未定なんですけど、うん、ミュージックビデオをちょっと撮ってて、はい、うん、っていうのとまあ。まあ、CD のこととかも。何か CD がたどり着ける場所とかあったりしますか、その見てくれてる場所、チェックできる場所。ああ、でも割ともうストリートアルバムみたいな感じで。じゃあソーシャルネットワークは Twitter は、はい、はやってます。インスタも、インスタもやってます。アカウントは同じですか、このバーバーで検索したら出てくる。いや、ちょっと難しいんだ、元の名前。なるほど、前の MC で、はい、ああ、そっか。ちょっと何かこうたどり着ける、じゃあアカウントをちょっとここに出しとくようにするんで、ここに。じゃあぜひここソーシャルネットワーク、ツイッターにたどり着いて皆さん CD チェックしてください。続きはウェブで。イエーイ。ミュージックビデオは大体いつぐらい。いやー、まあ、今撮り終えたのは撮り終えたんですけど、うん、今編集段階で、うん、まあ、10月11月ぐらいまでには。そうですね、ちょうどいいぐらいかもしれないです、はい、11月ぐらいまでには多分放送されると思うんで、これも。あ、本当ですか。バッチグーなタイミングで、バッチグーバッチグーなタイミングでミュージックビデオを、はい、じゃあ皆さんぜひその時はツイッターにたどり着いてチェックしてください。ありがとうございます。じゃあそんなバーバー君が憧れたアーティストとかってどんなアーティストなんですか。わー、ブッポンさん。ブッポン、間違いない。アクシスレコーズ。俺ブッポンと結構長いんですよ。あ、そうなんですか。ラップ始めた頃から超知り合いで、もう本当にだからもうそうですね、かっこいいよね。そうですね、アクシスね。今日もハイジェット来たしね。そうですね、あのネット、うん、YouTube で見つけたんですけど、うん、山口っての人っていう把握がまだ自分ができてない状態で蓄積タイムラグ聞いて、いや本当だ、名盤だよね。はい、完全にロックされましたね。ブッポン間違いない、リスペク。また予選エントリーもお待ちしております。ブッポンありがとうございます。じゃあそんなバーバー君のもうバカでかくてもいいんで、はい、今後の夢など何かありますか、アーティストとして。今後の夢ですか。邪気を回さずに楽しくやる。間違いない。愛がある、愛がある街を。そうだよね、ラブ&ピースだ。ラブ&ピース。そうだね、ウベは結構ドロドロしてたもんね昔。あ、そうですか。結構もうアングラな、ガリガリ、みんなかっこいい MC がラップしてるっていう、僕は昔からのイメージでした。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ決まりました、12月30日グランドチャンピオンシップに向けて最後ガツッと意気込みを。意気込み山口の看板しょったんで。山口の看板、うん、まあ、やっと山口のやつでチャンピオン取れたんで。間違いない。
長州の街を全面に本当だ繰り広げていこうと思っております。俺は本当に決勝グランドチャンピオン楽しみです。 ありがとうございます。お待ちしております。山口の皆さんもぜひぜひ遊びに来てください。それではありがとうございました。ありがとうございます。アルティメット MC バトル2017山口予選チャンピオンはバーバーでした。おめでとうございました。レスペクト。ワンツーマイクロフォンから調子はどうだ、言わなくても調子いいことぐらい分かってるぜ。あいつがおめえに何をした、東京が俺らに何をした、別に俺は何もされちゃいねえ、俺は俺の道を歩んでいくぜ。 Go my way 調子いい奴らと Hands up 回していくだけ、また当たって砕ける。日本男児締めた縄は緩ません、揺れてない俺の鼓動、いつでも心拍音は鳴り響かように、いつでもホーミーと日々精進して超えた。尺アウトが隣にいてくれた、マーガリスリーが隣にいてくれた、宮本周英が隣にいてくれた。だから俺の音楽の道は光が差したような気がしたのさ。 Yeah 誰かがきっかけ、それでもけじめはつけるぜ。バッチリとかましていくチェックしとけ。 Beat ya 山口ルペンシティ BBB What's up B-A-R-B-E-R Representing your R-E-C-K-L-E-S What's up バーバリオ、大きな拍手。いえ岩山岩何も言わさない、とりあえず見た目がクソダサい。いえまずはレクチャーしてやる、日本語の使い方、それと髪型細め方まるでツートン。いえつーかこいつダサい終了。いえコンクの根はなっちまう。いえこんなクソガキ一発たまらん。負けた MC の気持ちは背負うもんじゃない、一緒に歩むんだぜ、そして夢と一緒に歩くんだぜ。勝つまでは白い歯を隠して歩け、別にやることがないならば歌え。 Sing a song I do だし、やりたいことやって Smoke weed。 いやこれは職人じゃないっせ、ビート上駆け走る俺は格闘技。いつでもレッツゲリの乗り遅れんな、こっち持ちでナイトフライト。負けたやつの分はガチンと背負ってる背中、背負えねえなら男が廃るぜ。俺はそんな男気の証明は仕方はしない、オンライン論で存在表明。口だけメルヘンしけた遊び人、同じ皿に並べんな、こっちは職人。言葉の多いそんなもんじゃねえ、ただ自分のやりたいことをやり続ける。俺とあんたは薬中みてえなもん、ここにハマっちまっても出られねえもん。でもいいじゃん、その登竜門をこそ遊びの中で本物を見つけ出そう。いや北九州ドンパチの国だな、俺も広島神器の国だよ。俺もそういうところ、北八田には一悶着、いやそれ以上かなり追い込んでいく。そういうところで命がけ、まさなかれ from 広島県、まるで剣抜いたようにぶっ飛ぎる侍イメシズマ。終了。さあ決めます、ベスト4を選びましょう。ベスト8第4試合です、いきます。まずは先攻ノーレイズン、続いて後攻ズマ、まずはズマいきます。レディーチャッチ。